じゃあもうちょっとね、ちょっと体を動かすのをやめまして、次はあの知床旅情、これは加藤登紀子さんという方が歌ってですね、作曲はあの皆さん知ってるように、森重久弥さんという方が、作った、作詞作曲かな、これなんかあの知床のところで昔、映画の撮影をしてた時に、その映画を撮り終わった後に、なんか国境でなんかあの飲み会の時に作った曲ということで言われたみたいで、なんかね、そういうような形で入ってきても、森重久弥さんも残念ながらお亡くなりになっちゃいましたけどね、すごくすごい、すごい味のある、素晴らしい俳優さんなんですけども、では、知床旅情。Thank you.
あちょっと少し、一番最初に戻ってちょっと体を動かしていきましょう。無理しないでください、そのままで。これも坂本九さんの、幸せなら 手を叩こうということで、1番目が手を叩こう、幸せなら手を叩こうですね。今度 2番目が足ならそうです、幸せなら足ならそう、ドンドンです。今度3番目が幸せなら肩を叩こう、トントンですね。4番目が、幸せならほっぺ叩こう、パチパチ。今度5番目がウィンクですね、できる方やってください。最後、が、弓を鳴らそうで、最後にもう一回手を叩こうで終わりたいと思います。ではちょっと行きましょう。皆さん、ね、あの体を動かしてください。はい、その場で結構です。Oh,
い時間もあれですよね。皆さんの最後にね、皆さんの知っている、ふるさとを歌って、ちょっと私のアルバムを終わりにしたいと思います。いい曲も忘れない。